飼育員が果物や野菜が入った氷を割ると一斉に集まる猿たち。昨日も猛暑日となった京都府福知山市にある動物園では、飼育されている33匹の猿たちが果物などが入った氷を楽しみました。こちらの動物園では毎年この時期に氷がプレゼントされていて、猿たちは冷たい果物や野菜を頬張って暑さをしのいでいました。かわいいですね。なんていうかちょっと氷をのけて食べてたのがちょっと面白かったですけど、冷たくて私も触りたいぐらい美味しそうだなと思いました。近畿地方では厳しい暑さが続く見込みで、不要不急の外出を控えるなど、今日も熱中症への警戒が必要です。